皆さん大変お待たせいたしました。時間が過ぎましたので、今から始めたいと思います。今年は日本が国連に加盟してから60周年ということで、日本記者クラブでは、国連や国連機関で活躍をされている現職の日本人の職員の方、あるいは OB の方々など、国連関係のゲストの皆さんをお招きしまして、日本人と国連を考えるシリーズ企画、国連と日本人というのを、今年始めたいというふうに思っています。今日はその栄えある第1回ということで、モルディブ国連常駐調整官兼国連開発計画常駐代表の野田翔子さんにお越しいただきました。お手元にですね、皆さん野田さんの略歴をお配りしてあるかと思いますけれども、簡単にご紹介させていただきます。野田さんは三菱総合研究所から国連に転身されました。1998年から主に UNDP 関連のお仕事を中心に、ヨーロッパやアフリカ、アジアの数多くの国で勤務されているということです。で、モルジブに駐在されているわけですけれども、今日はちょうどお正月休みで日本にいらっしゃるというこのタイミングを生かして記者会見の方にいらしていただきました。会見の進め方ですけれども、まず野田さんから冒頭に30分お話、これまでのお仕事ですとか、国連で働くことの意義などについてお話をいただこうと思っています。で、その後会場の皆さんから質問をいただいて、それのお答えいただくという形で進めていきたいと思っております。私は日本記者クラブ企画員で日本テレビの送りと申します。司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではまず野田さんの方からお話お願いいたします。ありがとうございます。ご紹介に預かりました UNDP、リプレゼンタティブ、そして国連の代表の、野田翔子です。よろしくお願いします。実は私は小さい時からジャーナリストになりたくてですね、記者になりたいとかテレビ の, キャスターに大変憧れていたので、本当はこのまま夢が進めばそちら側にいてどなたかインタビューしてたはずだったんですけれども、まあいろいろなきっかけがあって、今日はこういう機会を設けていただいて本当にどうもありがとうございます。ずっと記者になりたいと思っていたので、大学でも政治学を専攻していたんですけれども、ちょうど大学の時に、セブ島にダイビングで行きまして、その時に初めてストリートチルドレンを自分の目で見たんですね。で、もちろん、小学校の時からユニセフのクレで親善大使されている黒柳徹子さんなんかテレビで見ていて、例えばエチオピアの飢餓でとかで、その子どもがすごくお腹すいた子どもがいっぱいいるアフリカなどの状況を見ていたので、そういうのがもちろん存在するっていうのは分かってたんですけれども、でもやっぱりテレビで見るのと実際の目で、そのストリートチルドレンがこうお金をくださいって自分に迫ってきているのを見た時に、初めてそのこう世界の貧困、世界に存在する格差っていうものに気づいて、もちろん記者とジャーナリストでそういうのをレポートするっていう選択肢ももちろんあったんですけれども、プラスやっぱりその現場に足を置いて、そういう問題に自分取り組んで、少しでもそういうコミュニティに直接なんていうんですか、貢献できればいいなというふうに思ったのが最初のきっかけでした。で、大学院卒業して国連に入るには、すぐに国連に入るよりもちょっと他のところで勉強させてもらおうかというふうにも思いまして、三菱総合研究所に入って、で、その後2年勤めた後に JPO という外務省が、スポンサーをしているシステムを使って国連に入って、セブ島での
ね、ストリートチルドレン見た時から今で約も25年経ってしまったんですけれども、今はあのモルジブの代表としています。でその間にあの98年からご紹介があったように98年から国連に勤めているんですけれども、あのタジキスタン98年99年、ちょうどあの秋の政務官があの事件があった時だったんですけれども、まあ、その時のタジキスタンですとか、あと NATO の 空爆があった後にコソボに入ってコソボで1年、その後はミロソビッチ大統領が選挙で負けて政権が変わる、そのちょうど移行期にユーゴスラビアにおりまして、その後あの UNDP の総裁室であの特別補佐官を務めてから、あのちょっと変わったんで、そこからアフリカの、コンゴのピースキーピングのミッションに、半年おりまして、そこでその後にあの2005年の10月にパキスタンで大きな地震があったのをきっかけにあのパキスタンの方に移って、そこで復興の仕事を1年で、それはやっぱりあのそのどうしてもあの震災の後にそういうパキスタンで働きたいと思ったのは、私も神戸出身で、あの実際に自分の家が、まあ、潰れなかったんですけれども、やっぱり震災に遭い、例えば友人が亡くなったりとか、あの友人の、婚約者が亡くなったりとか、そういうあの経験を自分でもしていたので、やっぱりどうしてもそういうあの震災の後のパキスタンに入って仕事をしたいということで、パキスタンで1年間働きまして、その後はあの、まあ、ちょっと変わるんですけど、モンゴルであの4年間、ネパールで3年半で、今のモルジブで国連の代表としてあの2014年の10月からいます。で、まあ、モルジブというとこう南国のすごくあの綺麗な島で、あの新婚旅行で行くような場所でダイビングをして、あの真っ白のビーチがあって、青いあの海があってということで、あのモルジブの観光 あのキャッチフレーズというのはサニーサイドオブライフということですね。本当にそれをあの絵にしたような場所なんですけれども、だからそういうところであの国連の代表で行くと、あの友人に言うと、えとかって、まあ、あの言葉通り島流しになったのっていうふうにあの心配されて、何をするんですかっていうふうにあの言われたんですけれども、あの、まあ、私自身もモルジブのことはあまり知らなかったので、まあ、本当に島流しになったのかなと思ったんですが、行ってみるとあのそういうポストカードですかで見るようなモルジブとはまた全然違うモルジブ が見えてきて、で、まあ、そこでの開発課題というのはすごくたくさんあります。で、まああの今申し上げたように、多分皆さんモルジブの写真っていうのは一度は見たことあると思うんですけれども、実際にあの空港に降り立つと、もうそこは青い海で、あの白いあのモーターボートがバーッと並んでいて、どこのホテル何のホテルって言って、観光客の人はみんなそこであのボートに乗っていろんなあのホテルのリゾートに行くんですけれども、私はあの赴任した時にそういう白いボートでなくって、あの小さいあのなんていうんですか、フェリーに乗ってあのマレという首都に行きました。で、あのだからそういう観光客をがあのホテルに行ってる間に、私はそのマレという、まあ言えばマンハッタンをおもちゃにしたようなのを小さくしたような形に色を塗ったような形のがあのマレで、あの首都のマレで、大きさはちょっと私はインターネットで調べたところ、あの東京ディズニーランドリゾート、あのディズニーリゾート、あのディズニーランドとディズニーシーを合わせたあの面積がだいたい2平方キロなので、それよりもちょっと小さいぐらいがあの首都の島です。でそこにあの10万人以上人が住んでいます。で、あのですね、その、まあ、ホテルの写真だとこうビーチがあってっていう感じなんですけれども、あのマレは本当にものすごくゴミゴミしていて、あのいろんなちょっとカラフルなビルがいっぱい建っているんですけれども、でそこにですね、10万人以上住んでいるので、まあ、あのいろんな首都を比べても
最も人口密度が多分高い首都の一つになるんですね。で、あの計算私もしてたんですけれども、例えばバングラデシュのダッカだと、1キロ平方あたり4万5千人で、その計算でいくと、あのモルジブはそれより1万人多い5万人ちょっとの人口密度になるので、本当にもうゴミゴミしていて、もう道もものすごく狭くて、そこになんとモーターバイクも2万5千車以上ある、そういうゴミゴミしたところにが、あのマレというところです。で、あのモルジブ全体もすごく、あの面積だけでしたら小さくって、あの総面積が淡路島の半分です。で、人口はあの全部で40万人、これはあの34万人、モルジブ人が34万人から35万人いるんですけれども、プラス登録されている外国労働者っていうのが6万人、あの登録されていない労働者も合わせるともっともっといることになるんですけれども、あのまあ、それ40万人で、な日本 の, あの都市でいうとどれぐらいの都市になるのかなと思って調べたんですけれども、そうすると豊中市、大阪の豊中市が一番近くて、そこ豊中市が397,150人らしいので、まあ、大阪の豊中市ぐらいを想像していただければいいです。私はあの兵庫県の西宮出身なので、自分のなんか市と比べて自分の市よりも小さい国にいるんだなというふうに、思いました、ね、本当にあの、まあ、世界の中でもすごく小さい国なんですけれども、島の数は1200ありまして、その中で、人が住んでいる島がだいたい190、リゾートホテルっていうのが、ホテルは島一つ一つにあるので、そのリゾートホテルがだいたい100ぐらいあります。あのもちろん 50年前っていうのはかなりあの開発 の,、の, あの統計でもかなり低かったんですけれども、現在はですね、例えば、識字率っていうのはもう 98% ですし、あの寿命は、77歳で、あの所得にするとですね、大体年で1人当たり140万ぐらいあるので、あの大体日本の3分の1ぐらいの所得だと思うんですけれども、まあそれがあのモルジブの大体の開発の像です。で、皆さんこうモルジブっていうと、あとあの南国のこういう島っていう以外に津波のイメージがあると思うんですけれども、確かにその時の津波での被害っていうのは大きかったんですが、あのまあそれはあの一つはマレー、今申し上げたマレーのでの被害がすごく少なかったのは、日本 の, あの ODA で、建てた、なんていうんですか、この防波堤があったために、あのマレー首都は あの津波はの被害はすごく少なかったということで、今でもその津波のモニュメントがあってですね、日本 の, そ の, あの貢献というのはすごく覚え、 ありがたく思われています。で、そういう国なんですけれども、あの2008年に憲法が改正されて、そこで初めて民主的な選挙が行われて、あの2008年に新しい各大統領が、30年あのいた大統領に代わって新しく大統領が民主的に選ばれたということで、あの若い民主主義というふうに私たちはあの言ってます。なので、あのまだ民主主義の概念というものがこう人にこう伝わっていないというか、まだそういう模索状態 の時期にあると思います。で、あとはあの憲法上もあのモルジブ人全員 100% イスラム教徒のスンニ派ということになっていて、あのですね、そうあのリゾートホテルに行くともちろんお酒は飲めて、
まあ、水着もどんな水着でも大丈夫なんですけれども、人の住んでいるモルジブ人の住んでいる島ではお酒も一切飲めないですし、そういうふうに普通の水着を着て泳ぐということも禁止されていて、かなりそういう面では社会の伝統というんですか、宗教色が濃くなっているとい いう傾向にあって、まあイスラム国といいますか、 IS にも50人から200人ぐらいのモルジブ人が、行っているという統計が出ています。で、一番 の産業はやはり観光で、 GDP の3分の1をその観光で占めていて、だいたい100万人ぐらいが観光客として、近年のトレンドとしては3分の1がだいたい中国人ということで、中国人 その数が増えています。で、面白いなと思うのは、そのそこから来るジオポリティクスですけれども、やっぱり中国の影響力っていうのはかなりモルジブでも高まってきていて、いろんなインフラのプロジェクトを今、中国の支援で行われているということがありますね。で、一番の今 の最近の目玉はマレ、私はフェリーで渡ったその空港島からマレに橋を架けるということで、どこがするのかっていういろいろな議論があったんですけど、結局は中国の支援で2018年までに橋が建設されるということのに予定としてなっています。で、まあ、中国の影響力が、高まっている中、やはりインドとしては自分たちの裏庭という多分意識もあるので、インドの関心っていうのも強いですし、まあ、サウジなどのアラブ諸国も支援をしているということなんですけれども、それに加えてやはり今、伝統的な西洋諸国の関心も大変高いということで、モルジブというと、まあ、忘れがちな小さい 島国なのかと思いきや、 CNN とか BBC とかにもかなりニュースで出てきて、まあ、政治的にもやはりまだ民主化が安定していないということもあり、そういういろいろなメンバーステーツの方からの関心が高い国なんだなというふうに感じました。で、多分皆さん、あとモルジブで観光以外でイメージとしてあるのは何ですか、環境問題、気候変動のとに関しての、まあ、イメージだと思うんですけれども、でその2008年に例えば民主的な選挙で選ばれた大統領が、例えば海の下でキャビネットミーティングをしたとかいうイメージがあるかと思うんですけれども、確かにそのクライメートチェンジの影響っていうのは肌で感じますし、そういうお話をですね、そういう地元のモルジブ人としていると、そういう話はやはり出ます。で、まあ、多分この中にもいろんな環境の専門家の方がいらっしゃると思うので、あまり詳しくは申し上げませんけれども、例えばその海水の温度が28度以上に上がってしまうと、サンゴ礁への影響があって、そのサンゴ礁の白色化が進みます。で、そうやってサンゴ礁が死んでしまうと、そこにいた例えば魚とかにも影響がありますし、まあ、あと海流も今までの海流と変わってくるので、そこから海岸の浸食が始まって、まあ、私は本当に科学サイエンティストでも全くないんですけれども、そういう話を聞いて、実際にやっぱり浸食されている海岸を見ると、こういう海水の温度が上がってサンゴが白色化して死んでしまうと、こういうことがこうやってこうイロージョンが起こるんだなっていうのが本当に目に見えてきて、昔はここまで家が建っていた、ここまでビーチがあった、ここまで木が建っていたっていう、その木自体がこう倒れて
海に沿って倒れているということがあるので、やはりそこは一つ影響があるのかなと思います。であと、まあ、これは他の国でもよくあることですけれども、降雨のパターンが変化してきているということで、局地的な豪雨がありますで、日本に来てちょっと私もお正月に伊豆に行ったんですけれども、ずっとモルジブにいて、そういうところに日本の自然に触れると、あ、なんて水が多いんだろうって思いましたね。ちょっと別に普通に川が流れてたんですけれども、そういうのを見るだけで、あ、川だと。本当にもう小さい島で、今申し上げたように、東京のディズニーリゾートぐらいが普通の島大きさで、川なんてほとんどないんですね。なのでそういうところで生活するには、その水も雨水を貯めるか、地下水を引くか、それか海水を淡水化して使うかということなんですけれども、その雨水を貯めるシステムっていうのは、まあ昔からずっとあるにせよ、あまりもたくさんいっぺんに降るので、そのキャパが、まあ、なんていうの、サチュレートというか、いっぱいいっぱいになってしまう。ですごくこう、それでまた洪水がものすごい勢いで海、雨が降るので洪水になって、洪水になるとまたその海水が普通の土壌に来てしまって、そこから例えば畑、マンゴーの畑とかココナッツの畑なんていうのが海水が入ったことで、もう死んでしまうとか、そういう影響があります。 なのでそのやっぱり水をどういうふうに確保するか、どういうふうに管理するか、1年間どういうふうに使っていくかっていうのが重要な開発課題で、今そのやっぱり生活が便利になれば便利になるほど、水もっと水をということになって、やっぱりその海水を淡水化するためには、もちろん機械を回さなきゃいけないので、そこで石油が必要になってきて、国の予算の国家予算の 20% ぐらいをそういう石油の輸入に頼っているということで、本当に日がさんさんと立っているあるので、そういう太陽光熱を、使うという方にポリシーとしては政策としては向いているんですけれども、まだなかなかそういうふうになっていない。またその生活の便が便利になるとゴミが出てきます。で、例えば水がいると、今私たちどこでもこういうペットボトルが買えますけれども、もちろんモルジブでもペットボトルあるんですけれども、そのペットボトルを買うと、買って飲んでしまうと、そのゴミが出て、そのゴミ処理っていうのがまた新たな課題になってきます。そのお手元に多分ある雑誌のちょっと後ろの方にも、そのゴミ写真が、あとからゆっくり見ていただけたらいいんですけど、あると思うんですけれども、今までゴミっていうのはそこら辺に捨てて、例えばココナッツの皮であるとか、そういうものを捨てると、そのまままた土に返ってくるんですけれども、やっぱり便利になってくると、そういうなんていうんですか、習慣だと、ゴミがたまるだけで、今ゴミの処理っていうのが環境問題の一つの大きな課題となってます。ゴミの島っていうのがありまして、マレ付近のゴミを全部集めている島があるんですけれども、そこはもう本当に処理というよりか、そこで、捨てるだけ、そこに捨てて、毎日そのゴミがどんどん積み重なっていって、そこでもうただのなんていうんですか、こう火をつけて燃やして、オープンなところで燃やして、でやっぱり大きい島ではないので、水ギリギリのところまでそういうゴミが来ていて、
まあ、潮あれが高いとき、潮なんか高いときにはそこからやっぱり波でそのゴミが海に出ていってしまうこともあるので、そういう環境破壊っていうのも問題になっています。でそういう環境が破壊されるということで、観光を関する、結局はモルジブっていうのは観光業でなっている国なので、その経済にも最終的には影響があり、またその海面が上がると、まあ、一番高いところでも3メートルなんですね、海抜から。だからほとんど、まあ、ほとんどもう平らで何のこう上ったり下がったりすることが全くないんですけれども、そういうところで50メートル例えば海面が上がっても淡路島半分だったのが、まあ、もっと少なくなってしまうので、やっぱり環境問題というのは大きな課題です。で、まあ、こういう中で UN として何をやっていくかということなんですけれども、まあ、これから5年間の間に UN としてはやはりその環境問題に力を入れていくこと、そして、まあ、民主化の促進のための支援、あとですね、やっぱり女性の支援が必要だということで、今国会でも地方の議会でも女性の議員さんというのは大体 6% 全体の 6% なんですね。で収入で男女を比較してみても、やっぱり女性の方が 30% から 45% ぐらい少なく、収入率でも少なくなっている。それプラスその伝統的な社会の価値観というのがより濃くなってきている中で、女性は外に行くよりかは家にいてという、まずは家事を全てしてという、そういう価値観なども強くなってきているので、やはり女性、そういう女性を支援するということですね。第3の柱としては女性のエンパワーメントを上げていて、4番目には若者とやっぱり子どもの支援ですね。で若者24歳以下の若者っていうのが大体人口の 44% いるんですね。で日本のちょっと比べてみたんですけれども、日本は大体 23% なので、本当に日本と比べて若者の多い国で、そういう若者がまあ、私はそれはやっぱりマレーに最初についてびっくりしたのは、もうみんな携帯電話を持ってその辺でこう、うろうろと何もせずに、こうたむろってるっていうんですか若者が非常に多くて、もうそれはついたマレーに着いたその瞬間から分かるんですけれども、まあ、仕事 をしなくても生活できる人たちもいますし、あとその 3K っていうんですか、そういうきつい仕事っていうのを全部バングラデシュとかの外国の労働者にやってやって、自分たちは絶対そういうことはしなくて、自分たちはただオフィスのマネジメントのような仕事をするという、そういう認識が大変高いのですね。変に例えばゴミ処理をするなんていうよりかは、なんかブラブラしている方がマシだという感覚で、カフェとかにいろいろ若者がいるんですけれども、まあ、そういう若者をもっと社会に適応してミーニングフルなっていうんですか、建設的な社会参加をしてもらわなきゃいけない、将来的にもということなので、その環境、それからガバナンス、ジェンダー、して若者、子どもたちへの支援という 4つの柱で、まあ、国連としてはこれからサポートしていこうと思ってます。でその COP21 の議論というか、そのまあメディアの話の中で緑の気候基金っていうのが出てたかもしれないんですけれども、その日本の資金もかなり入っているこの緑の気候基金の方からですね、
大体27億円ぐらいをこのモルジブの方に、あの UNDP とあのモルジブ政府の方にあのお金をつけていただいて、そこで、10万5千人なので、まあ、あの人口の4分の1ぐらいになると思うんですが、まあ、それぐらいの人たちによりあの良い水の供給を、のシステムを作るというそういうプロジェクトをあの今度します。で、あの、まあ、私はそういう中で何をしているかというとですね、まあ、何でも屋さんみたいでいろんな仕事があるんですけども、一応まあ国連の代表ということで、そのユニセフとか UNDP、WHO、UNFPA、他の機関がありますけれども、そういう機関の全体の調整をして、あの、まあ、政府と会う時の国連の、あのには国連の代表としてあの、まあ、話をするんですけれども、あの今まで申し上げたように、まあ、いろんな国にいて、でまあ、よく話すあの質問を受けるのはどうしてそんな大変なところであのやっていけるんですかというふうに聞かれるんですけれども、あの、まあ、心がけてる私のことあの心がけていたこととしては、まあ、あのよく働いて、でよく遊ん で最近はやっぱりちょっとその、まあ、年も取ってきたのかよく休んで、あのこういう国連の仕事をしていると、あやっぱり気力と体力、特に現場にいると気力と体力っていうのが なしにはあの仕事にはならないので、あのそのワークライフバランスっていうのをあの特にあのを妥協しないことというふうにしています。で、まあ、あの他の人にもよく言うんですけれども、あの、まあ、あまりこうキチキチならないで、あのユーモアを持って前向きにあの何でも接して、あまりあの内向きにならないということですね。で最後はやっぱりあの、うん、最初に申し上げたそのフィリピンのセブ島でのストリート中での話に戻りますけれども、やっぱりこのこういう仕事をしてての一番のやりがいは、そういうあの直接受益者とあの 現場で話して、どういうプロジェクトがなってますか、生活がどういうふうに変わりましたかっていう話をして、あのそういう人たちからやっぱり あの、まあ、例えば、まあ、ネパール、私はモンゴルの前ネパールにいますけど、ネパールではその UNDP があの創設したなんていうか水力発電所のおかげで、あの3時間もかかってこうあの穀物を引いていたのがもう10分で済むようになって、そのおかげであの私は新しいその時間空いた時間で今は石鹸を作っていて、そこから収入が増えて、そこであの、まあ、子どもたちにも よりご飯を食べさせてあげれるし、また電気が来たことであの子どもたちも宿題が夜できるしとか、まあ、そういう話をしているときにやっぱりああこういう仕事をしていてよかったなと思って、で、まあ、そこから来る、まあ、仕事のやりがいっていうんですか、パッションっていうのを失わずに、まあ、これからもやあのこういう仕事をやっていけたらなと思います。じゃあ以上ここで、どうもありがとうございました。本当に小柄な野田さんがあのパワフルにいろいろなところであのチャレンジをされてきて、でもそれを今淡々とあのお話しなさる姿には本当に強い方なんだろうなというふうに思いました。あの会場からご質問いただきたいと思いますけれども、あのおそらくモルジブの環境の課題などは、皆さんの方から質問が出るかなというふうに思いますので、そのちょっと前段階でその国連で働くということというか、そのあたりのところからを私の方からちょっと質問させていただきたいなというふうに思っています。で、シンクタンクから国連というふうなこう肩書きで伺うと、非常にあの華麗な国際色豊かな菜園というようなこうイメージなんですけれども、必ずしも初めからこう英語が得意でらしたというようなことではなかったんですよね。はいはい、あそうですね、あのよく大学とかに行って話をするのは、あの私は別に特別にあの特別なそういう海外経験があったわけでもなく、大学の時にはあの後ろの方であのあんまりノートも取らずに人ノートを借りて試験もやっていたということで、あのワンオブユーっていうか、別に特別なではなく
かなりドメスティックに育ってきて聞きました。で、実はですね、実家が酒屋というんですか、酒造り関西西宮で酒を作って いましたので、まあこういう仕事に就かずに記者にもなれなかったら、夏子の酒とかああいうわけじゃないですけれど酒蔵をこう運営していたかもしれないぐらいドメスティックなですね。で、高校で1年とそれから大学で1年合計2年留学はしてるんですけれども、大学今で日本にいましたし、今でも日本語をずっと使ってないので、普段仕事で日本語をちょっと忘れてることもあるんですけれども、だからといって英語を別にネイティブでもないっていう意識はずっとありますし、そうですね。で、そういう中で、でも国連というところを職場として考えるというのは、なかなかこう若い人にとっては、聞いたこともあるし、なんかすごいところなんだろうと思っても、なかなかそうどうやってその階段をそこまで上がっていったらいいかわからないと思うんですけれども、国連で働くということはすぐ視野に入ったんでしょうか。さっきも申し上げたように、ストリートチルデンなんかを見て、そういう多分その家もそれなり、普通に裕福な家庭だ、反対に家庭だったので、そういう格差を見た時にこう自分がすごく恵まれているんだっていうことを再認識して、それで同じ人間なのにどうしてこの子どもたちはこうやって靴もないところで、靴もなくって人にこう物乞いしなきゃいけない人生なのかしらということで、すごくなんていうんですか、矛盾を感じて、そこからそういう開発の仕事をやりたいと思って、いろいろ調べたりもして、そういう先輩の方なんかにもお話を聞いて、徐々にここまで来たという感じですね。なるほど。直接その国連で働いていらっしゃる方に伺えるチャンスというのがなかなかないので伺いたいなと思うんですけれども、野田さんの場合には一般の、シンクタンク、日本の企業にもお勤めになった経験があって国連にいらっしゃる、その日本のいわゆる一企業で働くということと国連で仕事をするということというのは、どんなところが一番違うんでしょう。そうですね、その企業でいた2年間っていうのは、やっぱり女性として簡単ではなかったというのは思いました。最初に女子から聞かれた質問が、君は結婚したら仕事辞める気っていうふうに聞かれてですね、お茶組みなんかもしたりとか、おやつの準備をしたりとか、そういうこともしていたので、で何か、英語ができたんできるからって自分ができると思わない方がいいよというようなことを言われたりとかですね、いろいろして、ちょっとこう私はやっぱり海外の方が合ってるのかなって、国連っていうのは確かに私にはそんな働けるかどうかわからないけれども、でもやっぱり一度人生一度なので試してみようと思って、で今、国連に入って、比べてみると国連はやっぱり自由なところがあるので、私には向いていたかなと思います。今はね、だいぶその男女の平等というのが企業やいろんなところで叫ばれるようになって、女性の活躍というようなことを、政府も掲げるようにはなっていますけれど、逆に言うとそういうのを掲げなくてはいけないような状況というのがやっぱりまだまだあるということで、そうやって考えると国連の中ではあまり女性だからということで苦労されたことはあんまりないんでしょうか。そうですね、苦労が全然なかったと言ったら嘘になりますけれども、やっぱり女性としての強み、女性としての弱みっ
が あると思うので、あとまた個人的な強みと弱み、それをしっかりと認識した上で、どうしたらその強みを出していけるような状況に持っていけるのか、そしてまた男性は男性で、例えば男性と女性を比べたら、男性は私はこれができますってもうできる以上にこう自己主張っていうんですか、プロモーションすることがあるというふうに、まあ、本にも書いてありますし、今私もそうかなと思うんです。女性はもうどこの国の人でも割とやっぱり、ああ私にはできるかしらっていう、そういう謙遜的なアプローチがあるところが多いので、まあ、その辺そう例えばそういうことも理解して、まあ、自分だけでなくって 部下っていうんですか、スタッフと接するときにも特に女性なんかは私なんかできないかもしれないって、ちょっと自信がない人にも頑張ってたら絶対できるからっていうふうにちょっとプッシュをしてプッシュするようにしていますね。まだまだ伺いたいことあるんですけれども、ちょっと私のというよりも会場の皆さんからの質問の方に、お時間を多く費やした方がいいかなと思います。会場の方で質問がある方は挙手をしていただければ、こちらの方で示させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、ごめんなさい、お名前と所属を、マイクの方でおっしゃっていただければと思います。お願いいたします。個人会員の原田と申します。2つありますが、1つは国連でですね、モルジブでの経験で結構ですが、実際その調整官というのは非常に難しいから調整官がいるわけですよね。非常に難しいです。そのいろんな組織を国連の中でもそれぞれ違うでしょうしね、ユニセフとかそれを調整なんかする場合に、一体日本国内、日本人同士じゃない世界でどういうことが難しいのか、今おっしゃったジェンダーの話も含めて、それが一つ。二つ目はですね、私は非常に危惧してるんですが、日本では女性問題、女性登用って安倍総理もおっしゃってるんですけど、それはどうもそのグラスシーリングで、上の方にリーダーを言うことです。一般の女性はですね、私はいろいろ見ますと、一般の今会社の正社員の方はですね、辞めさせられないんで定年が来たら辞めてるんですけど、その後がどん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 非正規の女性に変わってるんですよ。で、今 2,3 年前に3割の非正規と、女性ばっかりじゃないですよ、男性もですけど、今また4割で、私もいろいろ会社見てますと、このまま女性の正社員の方が、皆さんそうじゃないですよ、女性社員の一部がどんどん辞めちゃったら、どん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 これが非正規に変わって、むしろ日本がですね、ちょっと国連のね、そのジェンダーの援助、私はそういうアイデアの援助欲しいぐらいですよね。むしろこの国連は今大変なことになってるんですね、その労働環境が。これについては何かご意見がございましたら。いいですか。はい、まずコーディネーションで難しい点はという、簡単ではないんですけれども、だからこそ、やりがいがあるのかなというふうにポジティブに取るようにしています。私は調整官であって、他の UN エージェンシーの国連機関のボスではないので、そういう権限があるようでない中まとめていくんですけれども、やっぱり最終的にはその人と人とのつながり、関わり、コミュニケーションということで、かなりの時間をやっぱり一人一人 その機関のヘッドの人と話ゆっくり話をして信頼関係を作って、でやはり向こう の相手方の意見をまず聞く、どうしてこういう立場をこの機関は主張しているのかっていうことを理解して、そこでその向こうでもそういう機関がいくつもあるので、みんなその機関 全体でウィンウィンになるにはどういうふうにしたらいいのか、 1+1 が3になるようにするにはどうしたらいいのかということで、やっぱりその基本になるのは相手の話をよく聞いて理解することだと思うので、そのリスニングっていうんですか、それは大切にしています。だから難しいんですけど大変やりがいがあります。
女性のその登用ということは、私はまあ日本にないのでわからないんですけれども、国連 UNDP に関して言えばの日本の幹部職員に関して言えば、その幹部職員の 50% は女性です。日本人のスタッフの中では。でやはりそのそうですね、女性がこれから女性のが輝く、社会とかというふうに言われてますけれども、そういう中で大切なのは、政府全体としてはやっぱりその国際的なコミットメントを、今 SDG って新しく出ましたけれども、そういうコミットメントがあるので、ぜひともそれを目標にしていただきたいということと、あとそういうこの女性のこうエンパワーメントの問題というのは、やっぱり一番の基盤はやっぱり家庭から始まると思うので、どんなに政策が、これはどこの国でもそうなの、どんなに政策が良くても結局こう家の中でその男女比があるようであれば、まだまだ難しいと思うんですね。なので今日男性の方多いですけれども、家に帰って一つそういう話を奥さんとしていただければと思います。ありがとうございます。調整官のところのお話で、その、コミュニケーションで信頼関係を築いていくということでしたけれども、何か一番今までその調整官としてことに当たられて苦労された具体的な、なんかご経験とかって話せる範囲でお話しいただけたらと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、私もそのこの調整をやって1年ちょっとなので、まだまだこれからももっといろいろな課題に合うがあるのかなと思いますけれども、やっぱりその一番私 の前任者と 前任者っていうのがかなり、短い期間しかいなかったんですね、モルジブの方に。なのでそのかなりギャップがあって、その政府とのこう細かいコーディネーションが、私が着任した時にはやはりちょっと欠けているというかことがあったので、そういうやっぱり関係構築っていうのが、もしその私の前任が長いこといてきちっとした関係構築っていうのをしてたらもうすっと入れますけれども、やっぱり着いた時に少しその辺が他の国、私が働いた国の中ではちょっと違うのかなっていうふうに思いましたけれども、でもやっぱり最終的には人と人との信頼関係なので、いろいろな時間を使っては政府のいろいろな方とお話をして、国連はこういう、国連はこの現場ではこういうことをしてますっていうお話をかなりしましたね、最初のうちには。ありがとうございます。はい、共同通信の編集にやっています井田と申しますが、パリの COP21 の話でですね、島国の人たちがこだわったもの、細かい話で恐縮なんですけども、このロス&ダメージズというのがありまして、でそれなぜそういう話になってきたかというと、もう適応の範囲を超えるようなもうリバーシブルなんですね、気候変動の被害がもう起こるんじゃないか、起こっているんじゃないかというのが島の人たちの主張で、そういうものが、大きな議論になって最後までアウトスタンディングなイシューだったんですけども、現場にいらしても適応の範囲をこれは超えてしまうなというようなイメージって、実際もう本当に取り返しのつかない被害がこのままでは起こってしまうというような意識をお持ちか、モリジプの人がそう思ってるか、もしそんな例があればちょっとお聞かせいただき。そうですね、さっきもちょっと申し上げたんですけれども、そのここまではこうやって適用の範囲だ、ここから超えているっていう、そういうそのきちんとしたラインっていうのはないと思いますし、このクライマットチェンジの影響っていうのは、今日起きて、昨日全然違うなっていうわけではなくって、そのものすごい小さな変化の積み重ねだと思うんですね。ただそのさっきも申し上げたように、侵食っていうんですかが
あって、で 雨の降雨のパターンが変わってきて、もちろん変わっているということはそのコミュニティにのでも認識は高くなっていますけれども、でもそれでもやっぱり私たちのプロジェクトを通じてこういうふうに本当に変わってるんですよっていうことを言って、そしたらそういう状況の中で何ができるのか、コミュニティとしては例えば雨が一番たくさん降った時に一番最もバルナブルっていうんですか、その海岸でその洪水が起こりやすいところはどこかとか、できる範囲でコミュニティのできる範囲でプロジェクトでサポートしていくということをしていますけれども、そのもしコミュニティでその範囲を超えているからどうこうっていう、そういうそこまでの議論はやっぱり住んでいる人たちっていうのはなかなかしてないくって、どういうふうに明日、雨が降ってどうするかっていうような話をしている状況ですね。はい、女性の方どうぞ。朝日新聞の神田と申します。今日はありがとうございました。気候変動のことを続けてお尋ねしたいんですけれども、冒頭のいろいろなお話の中でマレでは防波堤があるというようなお話だったので、おそらく海面上昇とかにも対応しているのかなと思うんですが、その他にも小さな島々におそらく30万人ぐらい住んでいるんでしょうか。そういうところではそういうこうハード的な予防策というのがどうなっているのかとか、あと各国とか UN とかのそういうこうODA なりとか、あと UN とかの支援とかでそういうものが進んでいるのか、あとモルジブ政府の方針としては気候変動への対応っていうのがどういうふうに具体的にされているのかお願いします。はい、海面上昇、予防策ということですけれども、そういう防波堤とかが他のとかその侵食を止めるような何て言うんですか、こう壁みたいなのを作ったりして、いろんな予防策も徐々に、取っています。そういう、海面が上昇したりとか、そういう侵食が起こるののあと一つの要因としては、これはもっと人工的なんですけれども、海岸っていうのは砂浜っていうのはこう実は動いていて一つのところにじっとしていないんですけれども、そういう島でですね、やっぱり、インフラ整備ということで港を作ったとしたら、そこで海岸が動くはずの海岸が動かなくなってしまうので、港を作るのであれば他の島の全てをこう囲まないと、そういう侵食っていうのがどんどん起こってくるということで、いろいろなインフラでの整備っていうのはあります。あとはそのモルジブ政府の一つの政策として埋め立て地を作って、埋め立てで普通今申し上げたように、大体普通の島だと1メートルから2メートルぐらいの海抜なんですけれども、少し高い海抜高くして 2.5メートルとかでもして、そこに人を移住してもらうという政策を掲げています。やっぱり1200ある島のうちで住んでいる人が住んでいる島っていうのが190ぐらいあるんですけれども、そこ全部に学校を建てるとか病院建てるとかっていうのは大変なお金がかかるので、やはりそういうなんてコンサントレーションっていうんですか、人口集中化みたいな政策を取らないと、もうやっぱり人口が増えているということで、それも一つは海面上昇にも、ある意味つながることだと思います。でモルジブ政府の、気候変動に対する
政策ということですけれども、政策面でのなんていうんですか、フレームワークというのもクライメートチェンジポリシーフレームワークというのも去年の10月ぐらいに採択しましたし、モルジブ政府は今こういう、小さい島の島国のがアライアンスなんていうんですかね、こうアライアンスオブ、of small small islands small developing islands って言ってこうすごい同盟っていうんですか、そういうグループがあって、それはCOP21 でも一つの意見をまとめて話すということで、その議長国になっておりまして、そういう面でも国内だけでなく海外でもリーダーシップ発揮して、なるべくこういう国際的な場でもどういう気候変動の影響が出ているのか、特にそういう小さい島の国にどういう悪影響があるのかっていうのを積極的に発信してネゴシエーションしているという状態ですね。はい、お願いします。国連広報センターの根本です。今日はお話ありがとうございました。さまざまな国の思惑が交錯する地政学的に大変難しいところにある島だというお話がありました。でその中で、まだ民主主義は若くて、で前の大統領が今牢屋に入っていて、でCNN でも取り上げられるというようなお話がありましたけれども、そういう中で国連としてはどういうような介入をしているんでしょうか。ですね、もちろん国連といってもニューヨークにあるああいうセキュリティカウンセルからジュネーブでは人権、高等弁務官のオフィスがあり、でそのモルジブの現地ではもう少し開発に特化した、機関があるということで、いろいろな違う責任なんていうんですか、リスポンシビリティ役割があると思うんですけれども、その現地で開発課題に取り組んでいる機関としては、やはりその長期的な視野でガバナンスの支援で、それは本当に選挙管理、例えば民主化って言ってもとかガバナンスとかってもかなり広いので、それは司法の独立の強化であるとか女性の特に政治参加への支援、例えば選挙が2018年の大統領選挙があって、その前の地方選挙もあります。そういう時にですね、やはりその公正な選挙をするための支援、あとはですね、そうですね、NGO とか市民社会というんですか、シブソサイティーオーガニゼーションへの支援などですね、それはすべてその明日結果が出るものではないんですけれども、やっぱりそういうガバナンス関係の支援というのがものすごく重要になってきます。はい、後ろの方どうぞ。個人会員の岡村と申します。今日は大変私にとっては面白いと言っては失礼ですけれども、興味深いお話でありがとうございました。それで、先生は日頃はですね、むしろ日本人であることを忘れて、もう思う存分自由に活躍しておられるんだと思いますが、それでも私はやっぱり日本人だったって、それはマイナスの意味も含めてですけど、そういうことをお感じになることがあるかどうかということが一つと、それから今日の活動の話を伺っていると、やはり日本人の男性はなかなかね、同じような調整官の仕事が
しにくいんじゃないかというふうに思いますけれど、まあ、それはもちろん外務省とか、組織の命令でというか一員として活躍していらっしゃる方はこれまでにもあったと思いますけれども、一般には、まあ、そういう意味ではダメな男じゃないかというふうに思うんですけれども、なぜ日本人は野田さんのような活動ができないかというと、どうもやっぱり個人をちゃんと認識してないんじゃないか、組織の人間として動いてるんじゃないかというようなことも考えてみたりするんですが、いかがでしょうか。それともう一つ、西宮はですね、まあ言ってみれば神戸都市圏の一つですけれど、神戸でお育ちになったことが、今日の国際的な活動にどっかでつながりがあったでしょうか。以上です。ありがとうございます。まあ、日本人としてですけれども、そうですね、ほとんどの場合まず、まあ、結局は私多分日本人ですが聞かれることがあって、得をしているなと思います。でそれはやはりその日本が今まで行ってきたODA の支援っていうのがとてもこう結果が出ていて、またその他の国と比べて、西洋なんかの国と比べて大っぴらにその国をクリティサイズすることっていうのはないですし、そういうアプローチと少しこう違って、まあ、そういう政治的な話なんかもしているということで、どこの国に行っても日本に対するこう、まあ、尊敬の念っていうんですか、高いので、まあ、私はそれに得をしているなと思います。あと、まあ、日本人は多分きっと全体的にやっぱり、まあ、相手の話も聞いて相手をこう、まあ、リスペクトして、そして、まあ、こちらの話もこう自己主張という形ではないですけれども、まあ、意見を言ってというそういうアプローチがあると思うんですけれども、それはすごく外でも何て言うんですか、通用するアプローチだと思うので、まあ、日本人としては生まれてよかったな、得をしているなというふうに思います。まあ、男性女性調整官ということですけれども、今日本人では私ともう一人は男性の調整官が、カザフスタンにいて2人日本人が、います。全体的には、まあ、男性の比率の方がまだ多いです。今女性の登用をかなり国連全体でプッシュしていますけれども、まあ男性だから女性だからこの仕事ができるできない、それは場所にもよりますし、その文化にもよりますけれども、やっぱり基本はさっき申し上げたように、まあ相手のそのまあ話を聞き、そして何て言うんですか、多様性、まあ調整官なのでいろんな国の人と、そこの地元の国のだけでなくていろんな国の人と一緒に働いていくということで、そういう多様性を尊重するアプローチというのがやっぱり重要なのかなと、思います。最後に、まあ、西宮神戸で生まれてということなんですけど、やっぱり関西人なのでなんか冗談をずっと言っていなきゃいけないとかっていうこれ今日も来てなんか面白いこと言わないとみんな寝てしまったらどうしようとかってそういうセンスオブヒューマーっていうんですか、それはやっぱり関西人特有かのかもしれないんですけれども、そういう意味ではそういう、まあ、冗談を言いながら人とこうつながりを強めていく面もあるので、まあ、関西人として良かったかなと思います。ありがとうございました。これだけ国際的に活躍されている方が日本人で良かったというふうにおっしゃってくださるのは本当に日本人として私も良かったなというふうに思いました。予定の時間を過ぎてしまいましたので、どうしてもという方がいらっしゃればあれですが、そうでなければどうしても、はい、じゃあこちらで最後の質問としたいと思います。ごめんなさい、ちょっとマイクをせっかくですのでお使いいただけますでしょうか。
個人会員仲良しといいますが、このパンフレットにですね、7500人のスタッフがいて84人あの専門職以上84人とありますよね、はい、一番この黄色の一番後ろに出てる、はい、右下に、はいはいはい、でそのこの専門スタッフの84人の中に入られてるんですか。はい、そうです。そうなんです、はい、あ、そうですか。で全体としてね見て 1% 前後で、はい、僕はちょっと日本人の活躍がまだ少ないんじゃないかという気はするんですけど、その点はどうなんですか。実そうですね、あのここにも書いてあるように一番最後にジュニアプロフェッショナルオフィサー JPO、で私も派遣されて、その同期の JPO って何人もいたんですけれども、やっぱりあの向き不向きもあって JPO になってもその後あの JICA とか日本 JICA を含め、まあ、外務省とか日本をベースとした仕事に就く人もいますし、そのまま国連に残っていく人もいます。やっぱ国連はあの競争も厳しいですし、面接電話面接とかで、あのまあ、ネイティブのスピーカーの人もいれば、こう割と自己主張の人なんかもあの強いあのなんていうんですか、候補者なんかと一緒に私たちも自己主張をして、あのこの仕事は私に一番向いてますということを言わなきゃいけないので、あのそういう面では やっぱりあのさっきは日本人として得したっていうふうに言いましたけれども、そういうことに慣れていない日本人が多いと思うんですね。でそれをどういうふうにあの今後あの、まあ、訓練してやっていくかっていうのあると思いますけれども、こういう例えばあの JPO で国連で入る人をあのもっともっとあの、まあ、今までもすごく支援していただいていると思うんですが、外務省とかで支援して、その下のボトム部分のあの幅を広げていけばもっと上まで残るのかなとも思いますね。ありがとうございました。あのいつも、このクラブでは会見してくださった方に記号をお願いしておりますが、それを最後にご紹介したいと思います、こちらです。意思あるところに道ありということでお書きいただきました。あの今のご質問にも、通じるかもしれませんが、最後にそのなかなか最近若い人たちがこう自分がやりたいなと思っても海外に出ていく人が少ないというようなことが言われてます。あの若い人に向けて何かメッセージがあったら最後お願いできますでしょうか。あの、まあ、私も本当にまさか自分がこういう仕事をしてできるとは思ってなかったんですけれども、まさにもうとにかく人生一回しかないのでやってみようというそういうパッションがあればいろんなことが可能になると思うので、皆さんどうぞ頑張ってください。どうもありがとうございました、おしまいにですね、クラブからの記念のボールペンを、差し上げたいと思います。ではこれで記者会見を終了とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。